どうも、塩です。今ね、Aquos R の発表会に来てます。Thank you.
と面白いです。今ね、R の800回に来てます。あのような感じで、まあ、外に出るときぐらいは、ちょっと当たりかまそうかなみたいな。なるほど。もうもはやこうなってしまった。もう時代は元に戻れない。いや、いずれ戻しますよ。いずれ戻す。なので、スラがいるとか。なるほど、なるほど。ああ、なるほど。なるほど。補正して、今日のことで。ただ HDR のコンテンツっていうのは、今回からまずさ、ちょっとここまで決まってないので、テストを自分が撮影した動画ですとか、あと YouTube とか、そういったものに対しても、HDR のような動画質なんだな。るほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。なんで先ほど、まあ、小林がプレゼンで、まあ、一度が手の入れをするには、まあ、じゃあ、水中では操作できないんですね。水中対応ではない。なるほど、雨の中ならできるけど、風呂ではできない。風呂に潜ってやるわけなんで、プールで遊ばれに行かない。あまり動くは動かないんですけど、動いてもやつ。これ回転って何度ぐらい回転できるの？回転域は210度。あ、ちょっと回転します。はい、で、インカメラが広角なので、で、まあ約90度ございますので、実際にはもう完璧です。210にさらにこう45度です。これ実際に明るくなっては眩しいって反応して喋ってるのがあるんですけど、これって値段ってまだそこまで、はい、決まってないんですか？どう楽しいんですか？こちらがですね、アクオス R の専用のですね、オリジナルカバーになっておりまして、はいはい、まあ、特徴がこの表面のこの半透明の、ほうほうほう、そうですね、あのカバーがついていて、で、閉じた状態で画面をつけていただくと、はい、このような感じでロック画面の上に曇ったグラフィックが表示されます。で、これを指でなぞっていただくと、こんな形で数値が見えるようになって、あ、面白いですね。そういう動きがいたします。通知を、結論的には通知を隠したわけ。そうですね、なんかちょっと不意に友達からのメッセージとかがですね、前の人に見られたりっていうと、あ、ちょっと気になるなっていう方でもさりげなく通知を隠して、でもさっと。ちなみにこれいくらぐらいですか？2万は今現在検討中になっております。ちょっとこれ裏面とか見せてもらって、うん、裏面が普通っていうか、まあ、ちょっと地味なカラーで、こっちの方だけちょっと変わった感じの。あ、本当に面白いな、これ。ちょっと触っただけで。ありがとうございます。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録、チャンネル、チャンネル、チャンネル登録、チャンネル登録。